どうも、鈴木正幸です。今回、東子ちゃんの方からロンリーチャップリンをデュエットしたいと、言ってきてくれて、これ実は驚きましたね。ロンリーチャップリンっていうね、そういう思いとともに、まあ、レコーディングに入る前に、東子ちゃんの方から実は手紙をいただいたのね。でその時に、まあ、よろしくお願いしますっていう文言の中に、楽しくて切ない作品にしたいですって書いてあったのね。でその言葉にグッときましたね。楽しさの中に切なさを出す。でもちろんこのアレンジがビッグバンドっていうアンサンブルだったのにも驚いたし、でもその分なんかとってもスイングしながらこう歌えたことがすごく嬉しかったし、で何よりもやっぱ彼女の声質って、一緒にこうヘッドホン越しにこう聞いてると思った以上にハスキーな感じがとっても俺は心地よくて、でそういう意味ではまた、私のマイソウルお姉ちゃん鈴木清美とは違った形のこう、それこそ、楽しくて切ないロンリーチャップリンになったんじゃないかなっていうふうに思いました。なんか本当に一緒に歌えたことが嬉しかったし、いつかねこの曲を生で一緒に歌えたらと思います。遠くを見るの